はい、こんにちは、ゆきんこです。今日は簡単なポーチを作ってみようかなと思います。これくらいの小物入れを予定してます。使う糸はセリアさんのポンポンコットン。この間シュシュを、これで編んだんですけど、まだちょっと余ってたんで、はい、これがですね2玉ぐらい余ってるので、2玉あれば作れるんじゃないかなと思います。カラーナンバーは3番ですね。はい、でこのポンポンコットンのカラーナンバー3番を2玉と、これまたセリアさんの、ニューエンジェルコットンの、カラーナンバー8番で、こちらこの、これまあ1玉あればいいかなって感じですね。糸はこれを使用していきます。で今回の小物入れのポーチには、ファスナーをつけようと思ってて、これ確かセリアさんで購入してずっと取っておいてたものなんですけど、12センチの、玉付きファスナーですね。はい、これを今回使おうと思ってます。でここがピンクなんですけど、まあ合わないかなとも思ったんですけど、ピンク入ってるんで、このだからまあいいかなって、まあ家にあるものでと思って、はい、ちょっとこじつけですけど、このピンクので今回は作ってみようと思ってますけど、なるべくこの紺色に合わせたいなって方はそういう色の、ファスナーあると思うんで、はい、色はお好みで選んでもらったらいいかなと思います。で今回はピンクの生地なんで、ファスナーがこういうピンクの刺繍糸みたいのを、ちょっと用意して何本か小さくして、ちょっとここを止めるのに使おうかなって思ってます。なんでこういう縫い付ける糸みたいなのがあったらいいかなっていう感じですかね。ファスナーはこちらのグルーガンで最終的につけようかなと思ってます。で塩かぎ針なんですけど、6号針の 3.5 ミリと、5号針の3ミリを、使用していこうと思います。本体最初編むときは6号針でこのポンポンコットンで編もうと思ってるんですけど、ちょっと動画で説明するにはちょっと色も暗いしポンポンがついてるのでちょっと分かりづらいので、この糸で、このシンプルな糸で編み方を説明しようと思います。はい、実際こっちでも編んでいくんですけど、ちょっと見やすいかなと思って一時的にちょっとこの糸で説明していこうと思います。まずは輪から始めます。輪を作って、でこっから針を入れて向こうから引っ張って引き出すと、そしてまた引っ掛けて引き出す。でこの状態にしてから、鎖を1つで立ち上がって、この中に細編みを6目編み入れていきます。はい、細編み6目編み入れたら、真ん中を絞っていきます。はい、こうやって引っ張って動いた方を、向こう側に引っ張って引き締まったら糸端を最後引っ張って、で最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。1、2、3、4、5、6なんでここですね。はい、これで1段目の完成になります。これ今、1段目は細編み6目スタートなんですけど、段ごとに、段が増えるごとに6目ずつ増えていくようにして、合計12段まで編んでいこうと思ってます。でその情報だけ分かってればあとはもう大丈夫って方は、飛ばしていただいて、でここから細かく見たいって方もいるかもしれないので、細かく段ごとに解説しながらここから編んでいこうと思います。2段目なんですけど、2段目は鎖1つで立ち上がって、で、簡単に言うと、増し目1つの目に2つ細編みですね、その増し目を、6目編んでいきます。
1つの目に2つ細編みを入れて、これで増し目1つで、これで増し目が2つっていう感じで編んでいきます。はい、これでぐるっと編んできたんですけど、この状態で、細編みの数が合計12目になってたら次に進みます。で、最初の細編みの頭に、引き抜いてしまって、これで、2段目の完成になります。で、3段目は、鎖1つで立ち上がって、最初の根元には細編みを1つで、次の目には増し目っていうのを、繰り返していきます、はい。最後は増し目で終わります。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。これで3段目の完成になります。で、4段目なんですけど、鎖1つで立ち上がって、最初は単体の細編みを1つ根元に編み入れて、で、次は増し目を1つ編み入れます。で、そしたら単体の細編みを2つ編み入れます。1、2で、こういう感じで次に、増し目で単体の細編みを2つっていうのをですね、ぐるっと編んでいきます。はい、最後の目は単体の細編みを1つ編んだら、最初の細編みの頭に引き抜いちゃいます。これで 1,2,3,4 4段目が完成しました。で、5段目なんですけど、鎖1つで立ち上がったら、最初は細編み、単体の細編みを3つ編みます。 1,2,3 で、次の目には増し目。はい、この流れを繰り返します。なので、その次も単体の細編みを3つ、で、次は増し目を1つ。はい、こんな感じで、ずっと、細編み3つ、増し目1つっていうのを繰り返していきます。はい、最後の目はですね、増し目でこの段は終わります。はい、で、最初の頭に引き抜いちゃいます。はい、これで5段目の完成になります。6段目なんですけど、鎖1つでまず立ち上がったら、単体の細編みを2つ編みます。1、2で編んだら、次増し目で、次からは単体の細編みを4つ、その次は、増し目ですね、っていう感じで、これ以降は、単体の細編み4つで増し目っていうのを交互に繰り返していきます。最後から2つの、目にはそれぞれ単体の細編みを編みます。編んで終わったら、最初の細編みの頭に引き抜きます。はい、これで 6段目完成しました。7段目なんですけど、鎖1つで立ち上がって、単体の細編みを、5目編んで、はい、で、次の目には増し目1つ、はい、これを、ずっと繰り返して、単体5目、細編み5目、増し目、5目、増し目っていうのを繰り返していきます。はい、最後の目には増し目をして終わります。はい、それで、頭、最初の頭に引き抜きます。これで7段目の完成です。はい、8段目なんですけど、鎖1つで立ち上がって、最初細編み、単体の細編みを3目編み入れます。
そして増し目を一つ。はい、ここからは単体の細編みを6目編んで、そして増し目を一つっていうのを繰り返していきます。はい、最後は単体の細編みを3目編み終えたら終わります。で、引き抜いちゃいます。で、これで8段目の完成になります。9段目なんですけど、鎖一つで立ち上がって、単体の細編みを7目編みます。はい、7目編んだら次は増し目。っていうのを、単体の細編み7目で増し目っていうのを今のを、ずっと繰り返していきます。最後の目は増し目で終わります。はい、これで9段目の完成になります。10段目なんですけど、鎖一つで立ち上がって、で、最初単体の細編みを4目編み入れます。はい、編み入れたら次は増し目を一つ編みます。はい、最初はこうやって編んで、次から細編みを8目編んで増し目、8目編んで増し目っていうのを繰り返します。はい、最後は細編みを4目編んだらこの段は終了です。最初に引き抜いちゃいます。で、これで、10段目の完成になります。11段目なんですけど、鎖一つで立ち上がって、細編みを、単体の細編みをまず9目編んで、増し目、9目編んで増し目っていうのを、ぐるっと繰り返していきます。はい、最後増し目を編んだら、引き抜いて終了です。はい、で、これで11段目の完成になります。最後12段目は、鎖一つで立ち上がって、で、最初は単体の、細編みを5目編みます。1、2、3、4、5で、そしたら増し目を一つ編みます。はい。で、この次からは、単体の細編み10目編んで増し目、10目編んで増し目っていうのを繰り返していきます。で、最後は細編みを5目編んだらこの段は終わりなんですけど、引き抜かないでこの状態にしておきます。はい。で、次からポンポンコットンで動画映りますので、ここから切り替わります。ポンポンコットンで今編んでみてるんですけど、ポンポンのすぐ手前で細編みを編むと、手前側にポンポンが来やすくて、ポンポンよりちょっと距離があるところで細編みを編むと、向こう側に、ポンポンが行きやすくなります。ポンポンの量は表側と裏側でお好みの量で調節していただいたらいいかなと思います。はい、ポンポンコットンで、ぐるぐる12段、同じようにさっきと同じように、編んできました。で、サイズなんですけど、直径がだいたい11センチぐらいになってます。はい、で、ここでもう本体自体は、終わりです。で、ここから、針を変えます。で、まだ引き抜いてない状態なんですけど、この状態で、針をですね6号から5号に変えて、で、最初の
細編みの頭に針を入れといてですね、最初に、説明したエンジェル、ニューエンジェルコットンですね、同じような色なんですけど、なるべく、このポンポンコットンの色と合うようなちょっと細めの糸で大丈夫だと思うんですけど、それで引き抜いちゃいます。はい、こんな感じで引き抜きます。でポンポンコットンはちょっと長めにして、もう切っちゃって大丈夫です。今ニューエンジェルコットンで引き抜いた状態なんですけど、ここからまた1段目という感じでカウントしていきます。で、最初は鎖1つで立ち上がってですね、でこの、ニューエンジェルコットンの糸端などを、編みくるみながら、最初、細編みの筋編みをぐるっと一周していきます。なのでこの下の見えづらいかもしれないんですけど、この目全体を拾うのではなく、半面向こう側を拾ってですね、編みくるみながら細編みを編んでいきます。ちょっと見えづらいんですけど、細編みの筋編みをずっと編んでいきます。はい、全部の目に細編みの筋編みを、1段目は編み終わったので最初の頭に引き抜いちゃいます。これで、この1段目は終わりなんですけど、2段目から4段目、この後の、3段は全部、この今編んだ1段目の頭全体を拾って、細編みを編んでいきます。1段目は筋編みだったんで半面向こう側を拾ったんですけど、2段目から、あと3段はずっと下の頭を全体を全部拾って細編みを2、3、4段編んでいきます。はい、これでですね、筋編みのところを含めて 1、2、3、4、 合計が全部で4段になるまで編みました。それで、最初の、細編みですね、段の最初の細編みに引き抜いてしまいます。でもこれで糸を切っちゃっていいんですけど、この切るときに最後かがるためにちょっと長めに、糸端を残しておいて、それで切ってこの状態にしておきます。この最後に切ったここの糸だけは糸始末まだしないようにして、それ以外は糸始末して、この状態のものをもう一個、丸々もう一個同じのを、作ります。はい、これでもう片方も全く同じものを作り、中も糸始末をして、最後引き抜いた状態のこの長く取った糸の分だけ残してあります。でこれをですね、2つくっつけてポーチを作るっていう感じになるんですけど、はい、なので、ファスナーをつけていくんですけど、位置なんですけどね、この最後に、長めに取っておいたものが下に来るように、こんな感じで下に来るようにして、この上の部分、この部分にファスナーをつけていこうと思います。これファスナーなんですけど、このピンクの色にですね、ちょっと近い刺繍糸を何本か裂いて、全部丸々使うと太すぎるので何本か裂いてちょっと薄め、細めにして、でここの部分だけ留めていこうかなと思います。はい、こっち側を、縫い付けたので、でこっちはちょっとまだひらひらついているので、ここをちょっとグルーガンでつけてくっつけちゃおうと思います。これスイッチオンとオフできるのですごい使いやすいです。あ、出てきたんでちょっとつけて、よいしょ、でこれで止めます。
しばらくこうやって押し当てて、で、くっついたかなと思ったら、片面ずつつけていきます。でなるべくこの下のここを真ん中、この真ん中とこのファスナーの真ん中が、まあ別に厳密じゃなくてもいいと思うんですけど、だいたい真ん中に来るように、つけていこうと思います。こんな感じで最初に、真ん中から徐々にこういう感じで、ちょっとずつ、グルーガンをつけてくっつけていこうと思います。あんまりドバッとつけないのが、おすすめです。今半分、こっち側半分をグルーガンで、つけたので、もう片方、もう一個のこっちの方も、下をこの糸をだいたい真ん中にして、その部分、下の部分を真ん中にして同じようにグルーガンで、真ん中からくっつけていこうかなと思います。でこの時グルーガンつけていくときに、プラスチックみたいな固まったグルーガンが結構出ちゃうときがあるんですけど、それがなるべくファスナーの刃につかないように、しないと後々使いづらくなるので、それだけ、注意した方がいいと思います。なのでこっち側も、さっきと同じように、グルーガンでつけていきます。はい、グルーガンで、ファスナーの部分、つけちゃいました。はい、こんな感じになります。で結構このピンクのところ、私はギリギリに、つけたので、そんなに、ピンクが気にならないというか、むしろ、まあ、大丈夫じゃないかなって感じです。ちょっと中がね、なみなみになってしまったんですけど、これはまあ後でグルーガンで補強したりとかもできるので、で最後はですね、この、もう一個の糸でですね、こう周りをかがっていって、それで、完成になります。今合わさってて、向こう側とこっち側で長く糸を、取ってある場所があるんですけど、こっち側は こっち半分、向こう側は、こっち半分っていう、そういう分担で、かがっていこうと思います。今回は、半面向こう側とかじゃなくて、もうなんて言ったらいいんですかね、頭、だいたいかがるときってここと、で向こう側、手前の半目と向こう側の半目をかがったりってすると思うんですけど、今回は、もうどっちも、こっち側も向こう側も、頭、目の頭に、
目の頭に直接通してかがっていくっていう形でつけていきます。人によっては、よくある手前半目と向こう側半目をかがるっていうやり方でも、いいんじゃないかなと思いますけど、今回は、全部一緒にかがります。お好みでやってみてください。ファスナーの接着してる部分まで、来たらですね、もう下は固まっちゃってるんで、ここら辺くらいからは、上の半目ずつを、かがっていきます。はい、こんな感じで、はい、これで片面が片面というか片方がくっついたんですけど、でこれで糸始末して、これはこっちで終わりです。もう片方も向きを変えて、で同じようにかがっていきます。で最後は、くぐらせて糸始末して、これで完成になります。最後糸始末して完成しました。結構大容量になりました。ここの幅なんですけど、くっつけて、見たら、だいたい4センチぐらいの幅になってます。はい、で結構いろいろ入ると思うんですけど、ちょっとこう、なんだろう、12センチでも良かったんですけど、ファスナーがもうちょっと長くても、使いやすくなるかなって個人的には思いました。でも今回あのポンポンコットンがね可愛かったんで、すごくあの細編みだけで編んでファスナーも縫い付けないで作れるので、はい、結構楽しく簡単に作ることができました。こんな感じで作れますんで、もし、興味のある方は試してみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではさようなら。